尾崎喜八、尾崎喜八は、日本の詩人、随筆家、翻訳家、東京府東京市京橋区出身、築地小学校、経過商業学校を卒業した後は、独学を続ける。23歳の頃に、高村光太郎、武者の工事さねやを知り、白樺派の理想主義の影響下に試作を始めた。また、ロマンドランや、エクトルベルリオーズ等の翻訳を、白樺に連載した。以来、 し、随筆の役業として、文通のあったロラン、ヘルマンヘッセをはじめ、ライナー・マリア・リルケ、モーリス・メーテル・リンク、シャルル・ビル・ドラック、ジョルジュ・デュ・アメルなど死縮する、外国作家の翻訳がある。さらに、片山俊彦、高田博敦らと文芸し、大街道を創刊し、東方を慈悲観光する。同人雑誌では、生命の川、ドラ、歴帝などに関係した。戦前から、 太平洋戦争の直後まで、東京郊外に文化的反応生活を営んだが、昭和21年から7年間、祭祀と共に、長野県諏訪郡富士見町にあった、渡辺千秋の別荘、分水荘に移り住んだ。その建物は1975年に解体されたが、敷地は公園として整備され、富士見分水の森となっている。山岳と自然を主題とした詩や三文に、 多くの優れた作品を残した、し、博物学的な自然と人間についてのエッセイ、翻訳の他に、クラシック音楽への造形も深く、最晩年の音楽随筆集、音楽への愛と感謝などがある。自然と人間についての思索に満ちた、し、随筆に、独自の境地を開いた。一般的には、美しが原の美しの塔に刻まれた死、美しが原溶岩大地が知られている。 また、戦後の7年間、長野県に住み、後期の代表作である詩集、花裂ける孤独を書いた。この時期に、戦前から続く、長野県の自然と郷土と山々への愛着はさらに、深まり、長野県豊島高等学校をはじめ、県下の多くの、小中学校、高校の校歌の作詞を手掛けた。また、職業野球球団の、東京セネタース球団科の作詞も手掛けている。現在、 富士見町の富士見町高原のミュージアムには、木八の遺品、文学資料が多数収蔵、展示されているほか、北海道斜里町の北のアルプ美術館でも、展示、資料研究が行われている。遺族、支持者、研究者からなる、尾崎木八研究会による、年間、尾崎木八資料が16号まで刊行されている。毎年、2月第一土曜日をメドに、遺族、ファン、 研究者が集う、老売機が東京で開かれている。草野新平、変、日本詩人全集第五巻草原文庫、1953年、91p。草野新平、変、日本詩人全集第五巻草原文庫、1953年、91p。文学に触れる、プレミアム紅葉ウォーキングコース。藤見町。2015年9月13日閲覧。ありがとうございます。